元日の地震と先月の豪雨により輪島市内の農地などでは大規模に土砂が崩落しました。二重の被害となった現場周辺で今日農林水産省が専門家を交えた現地調査を行いました。輪島市の中心部と珠洲市を結ぶ国道249号、海岸にほど近い稲舟町では能登半島地震で国道に面する斜面が崩れ、土のうを設置するなど応急処置が行われていました。しかし先月の豪雨により被害はさらに拡大。近くの集落では今も75世帯148人に避難指示が出されています。今回の豪雨で被害を受けたこちらの現場では山肌がむき出しとなったところに調査員が登って現在状況を調べています。今日は農林水産省から派遣された職員と専門家などおよそ10人が現地調査に訪れ、岩肌から水が出ている様子や岩盤の状態を確認しました。土砂が崩落した現場は土砂災害の恐れがあり、対策工事が必要となる地滑り防止区域に指定されていて、北陸農政局では今回の調査を踏まえ今後具体的な対策を講じることにしています。先月発生した豪雨災害に関し浅尾環境大臣は、全壊だけではなく半壊した家屋も公費解体の対象とすると今日表明しました。特例的に特定非常災害に指定された令和6年能登半島地震と同水準の支援を行う。能登半島地震では特定非常災害の指定により半壊の家屋も公費解体の対象となっているほか、廃棄物の処理でも従来に比べ手厚い財政支援を行っています。豪雨被害をめぐる支援の詳細は今後検討します。能登半島は地震からの復旧が進む中で豪雨に見舞われ、新たに大量の災害廃棄物が発生しています。浅尾大臣は財政支援が異なると現場や事務処理で分ける必要があり、迅速円滑な処理に支障をきたす恐れがあると理由を述べました。県は先月の記録的豪雨で亡くなった人のうち遺族の同意が得られた6人について、今日氏名や年齢、死因を公表しました。このうち輪島市の孫谷松雄さん89歳は水害が原因で亡くなりました。輪島市の田中松雄さん81歳、中山光さん82歳、中山晴美さん82歳、米沢達子さん83歳の合わせて4人は土砂災害が原因で亡くなりました。珠洲市の羽田時雄さん72歳は家屋の倒壊に巻き込まれて死亡しました。県内ではこれまで14人の死亡が確認されていて、県は残る8人についても遺族の同意が得られた場合は順次公表することにしています。元日の地震では穴水町のキノコ工場も大きな被害を受けました。そうした中、奇跡的に残ったブナシメジを地元の人たちに味わってもらおうと今日イベントが開かれました。穴水町役場の駐車場にできた大勢の人だかり。お母さん、何袋ぐらい積むの？6つ。とんでもいっぱいですか？いっぱいでございます。ありがとうございます。ブナシメジなどを生産販売する長野県のミスズライフは、穴水町の能登工場が元日の地震で被災し、培養や生育に使う瓶およそ280万本が散乱しました。しかし奇跡的に生き残った菌を長野県に持ち帰り、生育テストを重ねた結果、旨味成分が通常の 1.5 倍も含まれるブナシメジが誕生。今日は奇跡のブナシメジとして穴水町の住民に振る舞うイベントが開かれました。会場ではブナシメジを使った特製の焼きそばのほか、詰め放題用として220袋分およそ7キロのブナシメジが用意されました。色
ろんなこと今起きてる中で、こうやって今食品を配っていただけるってことなので、少しでも美味しい料理食べて、元気出していきたいなと思います。助かりますし、だからなんかこうやってたくさん人いると嬉しいです。普段あの家にもこもっちゃってるんで、これはやっぱお鍋かな。今日はお鍋で、はい。11月ぐらいになってしまうってところであったんですが、皆さんの協力があって、このようにぶなしめじを提供できて、皆さんの笑顔をこう見れるのは正直奇跡だと思ってるので、名前の通りかなというふうに思ってます。人気の奇跡のぶなしめじ、詰め放題はイベント開始からわずか30分でなくなる盛況ぶりでした。被災地の子どもたちを絵本と音楽で元気にしたい、そんな思いから輪島市の小学校で地元のピアノ教室の講師と大学で絵本プロジェクトに取り組むメンバーによる特別授業が行われました。教室には子どもたちの笑顔の輪が広がりました。ピアノの伴奏と絵本の読み聞かせに笑顔を見せる児童たち。輪島市の河合小学校の仮設校舎で昨日開かれた絵本と音楽のコラボレーション授業は、立命館大学で臨床心理学を専門とする増田理香教授が、被災地の子どもたちの心をケアするため、東日本大震災や熊本地震の際にも同じ活動が行われてきました。音楽を担当するのは、輪島市でピアノ教室を営む久保典子さん。増田教授とは東日本大震災で支援活動を共にした縁から、今回能登でのコラボ授業が実現しました。この子リカちゃん、ついこの前東京から大阪に転校してきて、お父さんの仕事で1年前に香港から来たんだって。なんか関西弁しゃべるの真似したくないわ。昨日は1年生と2年生およそ130人が、久保さんが奏でるピアノの伴奏に合わせ、増田教授らが絵本の読み聞かせを行いました。久保さんが子どもたちが知っている曲をピアノで弾くと、自然に歌い出す子どもたちの姿も見られました。土壌が出てとかあって楽しかったです。絵本のマスクのところが一番面白かった。虎とカワウソが一緒に仲良くするところが面白かった。子どもたちの笑顔がもうたくさん、なんか花が咲いたようで、私の心の中にもたくさん花が咲いて、子どもたちに元気をいただいた。一緒に口ずさんでくれたりとか、お歌もなんか子どもたちの笑顔を見て本当にホッとしました。子どもたちがやっぱり音楽と絵本で今日笑顔になるんだなっていうのを実感しましたので、またこういう機会がありましたら継続的に行っていきたいと思っています。被災した子どもたちの心に寄り添う取り組みで、少しでも笑顔を取り戻したい、草の根の活動が続きます。以前絵本専門誌の方に話を聞いたら、被災地でやっぱり読み聞かせの機会って減ってるんですって、はい、だから子どもたちがコミュニケーションを取ったり何かに共感する場っていうのが明らかに減少しているので、すごくいい機会になったでしょうね。そうですね。子どもたちは地震で怖い思いをして、学校も仮設校舎で授業を受けていたり、友達が転校してしまったり、大きく生活環境変わってしまったと思うんですね。はい。心の不安というのは目に見えないですから、こういうイベントで継続的な支援をしていきたいですね。今回河合小学校には増田教授らのこれまでの活動で集まった募金や寄付などでおよそ480冊の絵本が送られました。久保さんは地震で自宅兼ピアノ教室が被災し、今も小松市から月に2回、輪島の子どもたちの家を訪れてピアノレッスンを行っています。離れていても地元への思いが活動につながっています。秋篠宮家の次女佳子さまが
今月29日、金沢市内で展覧会をご覧になるため、初めて県内を訪れることが今日発表されました。日本工芸会の総裁を務める佳子さまは、今月29日、金沢市の県立美術館で第71回日本伝統工芸展金沢展をご覧になります。これに合わせて、日本工芸会の会員でもある県内の重要無形文化財保持者人間国宝の小森邦衛さんや前文夫さんらとの懇談にも臨まれます。佳子さまの県内へのご訪問は今回が初めてとなります。芸術の秋を満喫できるイベントが金沢と富山を舞台に開かれています。北陸の工芸の魅力を国内外に発信する展覧会 Go for 工芸。会場では作品を見るだけでなく、実際に触れて体感することができるんです。新たな工芸の魅力を発信する Go for 工芸。工芸とアートにスポットを当てた展示会で、今年は総勢35人のアーティストが富山と金沢で作品を紹介します。東茶屋街の奥の地域にやってきました。一見こちらアパートのような建物にも見えますが、開放的な空間の中には浴槽が見えてきました。そして奥へ進むと囲炉裏がありますよ。金沢市東山にある築60年のアパート、こちらで展示されているのは建築家三浦史郎さんが工芸職人と共に手掛けた作品です。室町時代に流行した風呂に入り茶を飲み宴を行う林間茶の湯にインスピレーションを受けたもので、部屋の壁が取り払われた建物内には風呂や茶菓子を楽しむ空間のほか、2階建ての茶室が設けられています。部分にこうフォーカスされている印象のお茶をもう一度原点に近い形で戻して、古来から続いているものを現代の生活の中に取り入れていただく発見をしていただくと大変嬉しいなと思います。また東山エリアには能登半島地震で被災した輪島塗の生地を使って制作した作品もありました。昔は荒形師さんたくさんいたんですけど、だんだん人数減ってきて、去年の段階で一人だけ。そうなんですね。で最後の一人が今回1月1日に死んで、廃業を考え中で器は作れなくなるので、ぜひとも残したいなということで、それをまあ象徴印象付けるような展示を今回させてもらいました。展覧会のもう一つの魅力が実際に触れて楽しめること。期間中は作家が手掛けた作品で料理や日本酒を楽しむイベントも行われ、生活の中で取り入れられる工芸を提案します。こちらレストランで食器として使われる作品です。木を薄く削って作られているということで、手触りが良く温かみがあります。尾張町の台湾料理店とコラボするのは木工作家の河合勝さん。菓子皿として提供された経木の蓮弁皿は、今月20日に土に返すワークショップも行われます。普段考えられている工芸からすると、これ工芸なのとかですね、これって工芸っていうのはアートじゃんみたいな話になると思うんですけど、でもそういうものも含めて今のこう工芸作家が作り出している新しいその道具だったり表現だったりとかするので、まあ、そういうところを見てほしい。Go for工芸は今月20日まで石川と富山の2つのエリアを会場に開かれています。見るだけじゃなく触って体感できるっていうのもいいですね、はい、そうなんです。このイベントは暮らしの営みの中に自然にある工芸を見つけてほしいという思いなんですね、さて VTR でも出てきました、こちら木工作家による経木の蓮弁皿なんですが、はい、使い捨てのお皿なんでして、薄いので一見紙皿のようにも見えるんですけども、本物の木
きなのでちゃんといい香りもするんですよ。あ、そうなんですか。牛田さん、ちょっと香り試してみてください。あ、本当だ、薄い、はい、ですか。あ、木材の優しい香りがしますね。それで肌触りというかね、触った感じもすごく手触りいいですね、はい、いいですよね。この皿を土に返すワークショップもありますが、土に返る道具から自然との向き合い方や自然界の循環にも思いを馳せてほしいということなんです。工芸やアートは敷居が高いものではなく、私たちの暮らしに身近で密なものだと感じました。変わっては、解散総選挙を前に立候補予定者を対象とした説明会が今日県庁で開かれ、県内3つの選挙区から陣営関係者らが出席しました。立候補予定者の説明会では県選挙管理委員会の中川直子書記次長が出席者に、法令の定めるルールを厳守し公正できれいな選挙の実現に努めてもらいたいと挨拶しました。説明会にはすでに出馬を表明している石川1区の5つの陣営、2区では3つの陣営、3区からも3つの陣営の合わせて11陣営のほか、1区では男性2人が出席しました。出席者は県選挙管理委員会の担当者から立候補の届け出の仕方や選挙運動に関する注意事項について説明を受けました。衆議院は明日の解散を経て今月15日に公示、27日に投開票が行われる見通しです。先月の豪雨で被災した能登地方では、昨日から再びまとまった雨となりました。今朝の輪島市、記録的豪雨から2週間以上が経った今も後片付けに追われていました。こちらの金物店では、排水のための側溝が泥で埋まり、店の中に水が溜まったままになっていて、今日はボランティアが訪れ掃除などに当たっていました。重機とか使わないとできないみたいで、速攻が直らないとやっぱりいつまで経っても繰り返すと思うんですよ、ね、乾燥と除湿で元の状態になるようになったら消毒をしてで入れるっていうんで、今年中にできるかどうかちょっとわからないです。雨は峠を越えましたが、昨日の降り始めからの雨量は輪島で 95.5 ミリ、輪島市門前で77ミリ、珠洲で74ミリとなりました。明日夕方までに降る雨の量は能登地方と加賀地方でいずれも30ミリの予想です。気象台は能登地方で引き続き明日昼前にかけて土砂災害に注意警戒を呼びかけています。それでは雲の様子です。秋雨前線や湿った空気による雲が日本列島を覆っており、広い範囲で雨を降らせています。一方、日本の南には熱帯低気圧のまとまった雲が北上しています。明日朝9時の予想天気図です。秋雨前線が本州の南に停滞するでしょう。一方、大陸からは高気圧が張り出す見込みです。全国の明日の天気です。北海道は日中はだいたい晴れるでしょう。東北、関東と東海は明け方までは局地的に雨や雷雨で激しく降りますが、日中は雲の多い空模様となりそうです。北陸から九州にかけては午前中は雨の降るところがありますが、晴れ間もあるでしょう。県内の明日の天気です。加賀では昼頃までは雨の降るところがありますが、夕方からは日が差す見込みです。能登では朝のうち雨が降り、日中は雲の多い空模様となりそうです。能登の被災地域では少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあるため注意警戒してください。明日の能登は明け方から朝にかけて雨が降り、日中も雲が多いでしょう。輪島の最低気温は17度と今日と同じくらいの予想です。最高気温は22度とこの時期らしい気温となりそうです。加賀では昼前まで雨のところもありますが、
次第に天気は回復し、夕方からは晴れ間もありそうです。金沢の最低気温は17度と今日と同じくらい、最高気温は22度と今日より3度ほど高い予想です。県内の週間予報です。この先来週月曜日にかけては高気圧に覆われて晴れ間の出る日が続くでしょう。最高気温最低気温は日曜日までは平年並みかやや高くなりますが、月曜日以降は平年よりかなり高くなりそうです。全国の週間予報です。この先は来週火曜日にかけて全国的に晴れる日が多くなりそうです。ただ木曜日は東北と関東で雲の多い空模様となるでしょう。ここまでお天気でした。特集です。交通安全を守る最前線に立つ石川県警の白バイ隊は全国一の運転技術を持っていることを皆さんご存知でしょうか。全国大会連覇を狙う白バイ隊、そして交通機動隊にできた新部隊を取材しました。滑らかなハンドルさばき、そして鋭い緩急。先月19日、金沢市内の訓練場では石川県警交通部の交通機動隊が全国大会に向けてバイクを走らせていました。ハンドルを握るのは白バイ隊の山崎一馬巡査長です。山崎さんは石川県警でもトップクラスの運転技術を持ち、県警の代表として全国白バイ安全運転競技大会の団体の部に出場します。大会では各都道府県から選ばれた隊員が3人1組で出場し、走りの速さや正確さを競います。石川県は去年団体の部で初優勝を果たし日本一に輝きました。ディフェンディングチャンピオンとして大会に挑む今年、山崎さんはチームのキャプテンに任命されました。去年日本一取ることができたんですけども、去年のチームと今年のチームではメンバーも違いますので、連覇とかあまり考えずにもう一度このチームで日本一を取りに行くっていうのを念頭に置いてます。もう一度日本一へ。山崎さんが日々訓練に励むのは白バイだけではありません。走るのは荒れた土の上、モトクロスバイクを使ったオフロード走行競技です。起伏の激しい土のコースを速く安全に走る不整地走行操縦。白バイ競技とは違う地形に合わせた高度なハンドルさばきが求められます。岩場などを想定した障害物を乗り越えるトライアル走行操縦では、障害物に合わせた判断力とマシンコントロールが求められます。これらの競技は災害現場での活動を想定していて、能登半島地震でも日々の訓練が生かされたと山崎さんらは話します。里山街道がかなり道路が陥没しまして、車両も入っていけないような状況でしたので、すぐにオフロードバイク2台で道路状況を確認しに行き、人が残されていましたので、その避難誘導を実施しました。結構細い道でもう横が崖のようなところでも走ってましたので、そういうところでもしっかり乗れるように日頃の訓練の成果が出たのかなというふうには感じました。滑りやすい土のコースでいかにタイヤを取られずに速く走ることができるかがポイントのオフロード競技。大会まで残り1ヶ月を切る中、指導にも熱が入ります。アクセルの伸びがもう細いの、最初にわーって突っ込んで それ維持できてないから、バンクに対してもそうやけど、バイク倒したままバーって奥まで突っ込んでいかないと。大会ではモトクロス2競技、白バイ2競技の総合点で競われます。チームの監督は
大会1種目目の白バイでのバランス走行操縦が優勝への鍵だと話します。技術もそうなんですけど、まあ、メンタルスポーツでもありますので、大会の一発目なんですけども、このスタートが一番緊張しまして、それに成功することができればいい流れが作れると思います。僕がミスしちゃうと勝てないので、大会も2回目ですし、大会1回目に出るもう一人の雑さんの分もカバーするっていう気持ちで確実にこなしていくのが大切だと思います。大会は今週末の3連休に茨城県で開催されます。ヘルメット被れば事故起きた時に頭守ってくれるし、命失わずに済むもんで、今後お金かかる話やけど、まだちょっとヘルメット被るように一つ努力だけしていただければと思います。はい、気をつけてね。はい、朝の通学路に立ち声かけを行っているのは、交通機動隊に今年4月から新設された部隊、自転車等取締部隊、通称自転車小隊です。悪質さ危険な自転車の取り締まりということを目的にしております。イヤホンを装着している方やヘルメットの着用、このことに私たちはこだわって取り締まり指導を行っていきたいと思っております。県内では今年に入り、9月末までに自転車が関わる交通事故が155件発生していて、4人が死亡しています。去年の同じ時期と比べて件数は50件ほど減少していますが、死者数は増加傾向にあります。顎の紐に指が2本縦で入るようなくらいの隙間を開けてください。これは何でかというと、締めすぎたらもちろんヘルメットは飛ばないんですけども、首が締まってしまう恐れがあるので、必ず指は2本分の隙間を開けるように一つお願いいたします。4月に新設された自転車小隊は、およそ20の学校で講習会を開き、ヘルメット着用の有効性や自転車保険の加入義務などを広く伝えています。自転車も車両の一つなので、加害者にいざという時になりうるということなど、そのしっかりもその意識を持って運転する必要があるんですよね。だからこそこの自転車小隊というのは活躍というのもこれから大事になっていきますよね。そうですよね。この自転車小隊が取り締まっているのは自転車だけではないんですね。近年利用が増えている電動キックボードの取り締まりも行っているんです。はい、電動キックボードは去年7月の道交法改正で、最高速度が時速20キロまでの特定小型原付と、時速6キロまでの特例特定小型原付の2つに区分されるようになりました。このうち速度が遅い特例特定のみが道路標識によって一部の歩道で通行が認められています。改正以降県内での交通事故はありませんが、首都圏では電動キックボードの飲酒運転などによる事故が増えているということです。気軽な乗り物ではありますけれども、ぶつかれば事故になる、お酒の飲んで運転すれば、当然違反になるということを自覚していただきたいと思います。自転車も電動キックボードもどちらもそうですけど、私たちの日常に近くにあるからこそ、はい、乗るときは今一度注意しなければいけないことがたくさんありますし、ルールなどを徹底していきたいですよね。時代に合わせて乗り物や交通ルール変化してはいきますが、石川県のこの新たな部隊が日常生活の事故防止に奮闘しています。地球にも人にも優しい野菜を育てます。化学肥料や農薬を使わず農作物を育てる有機農業について知ってもらおうと、内灘町の小学校で今日出前授業が開かれました。内灘町の聖子小学校で5年生50人を対象に開かれた有機農業講座。講師を務めたのは、より安全で安心な農作物を育てるための農業を普及啓発している一般社団法人 MOA 自然農法文化事業団の細川博樹さんで、化学肥料や農薬を使わずに栽培することで環境に優しい野菜ができ、自分たちの生活が豊かになっていくと紹介していました。想像以上に真剣に
聞いてくれてまして、将来がね、本当になんか明るいなというふうに思います。はい、6つ、ふりかけの匂いする。ぬかと油か。児童らは米ぬかを微生物の力で分解して作られた堆肥に実際に触れ、有機農業の特徴などを学んでいました。続いては連日お伝えしている金沢マラソンボイスです。今日はランナーの走りをサポートする頼もしい存在、ペースランナーを紹介します。オンラインマラソンスタート。はい、金沢マラソンでは出場するランナーを目標タイムでフィニッシュに導くペースランナーがいます。まあ、第1回からずっと携わってるというか、出走もさせていただいてますので、地元の大会ですし、沿道には顔見知りの方いっぱいいらっしゃるので、必ず出走したい、そういうような大会ですね。最初の方はランナーでしたけども、今年は、ペースランナー、今年は5時間30分のペースランナーを務めます。初めての時間帯なのでちょっと緊張してますけども、たくさんのランナーをゴールに笑顔で導ければなというふうに思います。頑張ります。ここで義援金のお知らせです。 JNN JRN では令和6年9月能登半島大雨災害義援金を実施しています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に送られます。皆様のご協力をお願いいたします。今日は二十四節気の一つ、甘露です。秋の深まりがね、より一層強くなるっていうことなんですけど、はい、いざ涼しくなるともはや寒いくらいに感じません？朝晩の冷え込みがちょっと強まってきましたよね。そうですよね。寒暖差も大きくなってきてますので、皆さんくれぐれも体調管理にはお気をつけください。では今日はここで失礼します。また明日。